マナー講師の謎マナーで大炎上参戦。平林都。2022年5月に放送されたチコちゃんに叱られるに出演したマナー講師平林都が、スパゲティを2本から5本の歯のフォークで食べ、どれが一番マナーよく食べれるか?という検証を行ってたところ、女性スタッフの食べ方や表情など、フォークに無関係な部分を激しく叱責し、食べにくいフォークでうまく食べれないと下品だと罵倒し SNS などで激しく炎上した。マスクマナー。コロナ禍においてリモートワークなどが多く、社会的にマスクを着用していた時期にマナー講師が提起、マスクの色と柄の組み合わせをマナーとしてテレビで公表。乙武洋忠氏らの著名人を含み SNS 上で多くの反論が出て炎上した。斜めハンコ。上司に対して書類上で自らのハンコを斜めに押印するというものだが非生産的な謎マナーとしてよく話題になる。みんなの意見はコメント欄で。